今日はマネージャーさんと作活してお昼何食べるかな、ラーメン食べるっていう日です。時間がないので準備していくよ。準備スタート。着替えるか。コンタクトはないよ。コンタクト、コンタクト。プリアムオリーブブラウン。またリピ買い18箱しました。3箱買うと1箱ついてくるみたいな感じだったから18箱買って、何箱だ？しまったこと。今日は照りつくであろう中、移動もするので日焼け止めと、たくさんねサウナで汗をかく予定なので、汗との戦いに勝ち抜くマヨティントと、普段メガネかけて出かけるけどサウナ中ってメガネかけられないじゃない。だから今日はすっぴんが燃えてるような眉毛と唇を目指したいの。最近お気に入りの日焼け止めがこちら、リリベスのグリーンフルマイルドサンクリーム。みずみずしくて伸びもいいからさ、乳液みたいに使っちゃう。ルールだね。この間ゴルフしたらすごい首が焼けちゃって、最悪日焼け止めよく塗れなかった。あと今日やってみたかったのが、このさっきのこのフジコのね眉ティント3色あって、私はライトブラウンかな。ライトブラウンでいきます。でもね、ずっとこれ見てたんだけど使うの今日初めてで、ちょっと緊張する。てか日焼け止め塗っちゃったけど、待って、ティントするところ落とした方がいいね。時間がないのに手間をかけてしまった。ただ先にフジコのリマユアレンジャーで形を作っていくよ。こんな感じで既存色が3色あるんだけど、これねどれもベスコスを受賞してるらしく、かなり大人気らしい。結構ね馴染みやすい色味が揃ってるので、いろんな髪の色の人に似合わせられると思う。これがナチュラルブラウンで、色味はこんな感じで、ダークブラウンこんな感じ。ナチュラルブラウンと違ってすごい軽いやつでしっかり色味が乗る印象です。でグレーブラウンこんな感じ、アッシュのような感じの深い色味がある気がします。でね、なんとなんとこのね限定色が7月26日に出るみたいなんだけど、101モカブラウンと102のグレー。101はどんな色味かと言いますと、あーかわいい、すっごい描きやすいな。こんな感じ。この既存の3色と比べると結構赤みがあって抜け感がねすごく出るような色味になってます。なのでモカ系のブラウンヘアの方とかにはね特におすすめなのかなと思いました。でこの102はこんな感じで、この既存のグレーブラウンより透明感のある色味ですね。落ち着きもある大人グレーなので、眉毛は抜け感出したいよっていうね黒髪の人とかにも特にねおすすめかなと思いました。私は今日はこの限定色の101番を使って自分のなりたい形を枠取っていきたいと思います。ティントを塗る前に自分の好きな形に枠取って塗ると、自分の好きな形でのせられる、かつ怖がらずにねしっかりのせていけると思うので、まずは自分のなりたい形に枠を取っていく。ちょっと真剣に描くわ。圧かけなくてもスルスルって描けるし、私好みの細いペンなので細眉さんにもとてもおすすめ。コンシーラーもさ、こんなに細いんだよ。一本になってるから、あれ買ってこれ買ってみたいにならないからめっちゃいい。こんな感じかな。あくまでもすっぴんかわいいを目指してるのでね、しっかり目じゃなくてナチュラル目に今回はやってみたいと思います。こっちの眉も描こう。よし、こんな感じかな。いってみるよ。今ってねこの筆先がなぎなた型になってるからめっちゃ塗りやすいらしい。ドキドキ。私今回は眉尻をね中心にいきますよ。でもしこの形嫌だなみたいな感じで思ったら、綿棒でさっと早めに拭き取れば色がねつかないらしい。反対側行くか。やばい、こういうことだよね。うん、でちょっとこの辺までしっかりのせて、はい、こんな感じであと10分置いてみます。さっきみたいに失敗してもね、こうやって綿棒でさっと拭き取ればいいから意外とそんなに怖くないね。今日はちょっと急いでるんで10分15分ぐらい置いて剥がしちゃうんですけど、しっかり日持ちさせたい人はもっともっと長く置くとそれほど長持ちするらしい。で置けば置くほど濃くなっちゃうんじゃないのって思うじゃない。だけど濃くなることはねないから安心して置いといても大丈夫らしい。で本当はね私みたいに初めての人は3日ぐらい連続で使うのがおすすめなんだって。
ジュース時間がやってきました。ドキドキ。ジュースしてみます。ペリ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 。一発で剥がせなかったけど、すごい、めっちゃ綺麗にライトブラウンの色が乗ってる。すごくない？おお、すごい、感動しちゃった。どう？めっちゃいいやん。これだったらさ、急いで眉毛を一からこう慎重に丁寧にメイクの時描かなくても、気になる部分だけ足したりで、これはね、メイクの時短にもなるね。しかもさ、なんかやりました感がなくて、結構ナチュラルだから、ほんとこれこそすっぴん盛れるってやつ。これからね、結構本格的に夏になるし、時期的にもめっちゃいいと思う。あとお泊まり前とかにね、仕込むと良さそう。あとはこのままサウナに行ってもね、本当に消えないのかっていうね、ちょっとね検証してみたいと思います。エリアなんだって。ハット、かわいい。入る準備します。サウナ全然行ったことないのに、これは欲しいと思ってました。眉毛。色もいい感じだよ。なんかこれあれ、ライトブラウンの方です。超ナチュラル。うん、めっちゃナチュラル。綺麗にビリビリできた？はい。この端っこの部分はスルルっていけました。いけた？うん。顔が明るくなった。じゃあシャワーしたので入ります。お願いします。おお、あ、結構熱い。あれはすごいいい。口から吐いて流して、おお、すごいきます。リラックス効果あるね。確かに、うん、やっぱりね、うん、心臓止まりそう。頑張れ。すごいすごい。するの、この瞬間に整うから。あ、この瞬間に整うんですか。そう、どうぞ。ありがとうございます。暑い、冷たい、普通みたいな。あ、なるほど。結構汗かいたよね。結構しっかり残ってる。うんうん、結構残ってる。え、いい感じじゃないですか。うん、すごいいい感じ。なんかすっぴんに見えないかもしれない。おお。汗かいてこれだけね、取れなかったから、夏は海とかね、うん、プールとかでも。本当ですね。あとなんか結構早起きとかだとさ、メイクするの大変だけどさ、夜とか仕込んでおけば朝ね、パッと起きた時に、うんうん、すぐ家出れたりとか。そうなんですよ、ね、形とか失敗したらどうしようかみたいなさ、話もあったけどさ、どうだった実際使ってみたら。なんかさっき初めてやった時、うんうんうん、えってなっちゃったんですよ、うんうんうん、でも綿棒で余分なところを拭き取ったら、はいはいはい、ちゃんと綺麗に描けました。だから割とね、今まで怖がって使ってなかったけど、うん、全然怖がるですよね。うん、色もね、何色かあったけど、うん、何色ありました、うん、ライトブラウンがね、すごいズームに合ってるね。うん、ライトブラウンが一番いいですね、うん、じわりじわり汗をかいてきました。全然にじまないですね、やっぱティントだから、綺麗やわ、綺麗。朝活最高ですね。朝活いいね。まだ時間がたっぷり1日もさ、ね、そう、まだまだ生きてられる、過ごせる、ね、
あ、すごい、めっちゃ雰囲気いいですね。モリモリです。すごい。まずそばから。うん、おいしい。うん、結構さ、好きなやつだよね、多分。高めの。うん、おいしい。うん、